ドラえもんのびかと無限三軒子は、藤子、F、藤代によって執筆され、月刊コロコロコ,ロコミック1993年9月号から1994年3月号に掲載された大長編、ドラえもんシリーズの作品。および、この作品をもとに1994年3月12日に公開されたドラえもん映画作品。大長編。 ドラえもんシリーズ第14作。ドラえもん映画化15周年記念作品。第12回ゴールデングロス賞優秀銀賞受賞作品。同時上映は、ドラミちゃん青いストローハット、梅干し殿カウチの果てからパンパロパン。アレクサンドル・デュマ・ペールの小説、三重誌をモチーフとした完全懲悪の冒険物語。夢を見るという形でゲームの中に入る。 のびとの夢世界が舞台であり、映画ドラえもんオフィシャルサイトでは、主人公であるドラえもん以外の人物がゲスト扱いとなっている。ストーリーは、のびとと静かの関係を掘り下げており、劇中二人の中は急接近し、夢から覚めてもその余韻を残している。また、のびとと静かが戦死してしまうという歴代大長編、映画中でも数少ないメインキャラクターの死が描かれている。 ジャイアントスネオはフェードアウトしてしまい、そのままドラえもん伸びた、静かで最終決戦を終えて完結するという移植作でもある。元の構想では、夢の暴走を下敷きとして夢見る気がコントロールを失ったため、夢る夢の魔族たちが現実になだれ込み、夢と現実が混ざる恐怖を描くという、パラレル最勇気のような話の予定であった。ドラえもんシリーズにおける原則は、 どんな歴史を揺るがす大事件であってもなるべく仲間内で解決し、一般社会には影響を残さないであり、ドラえもん作品のテーマは日常に混入した非日常ファンタジーである。しかし今作はこのルールやテーマを逸脱し、作者本来の理念とは異なる結末になったという。作者の藤子自身は本作を映画ドラえもん原作の漫画としては一種の失敗作と語っており、 描き進むうちにキャラが自分の意図と関係なく動き始めて話の筋が作者の思惑と関係のないことなる方向へと展開してしまったゴールを外れの極端な一例としているこの点について藤子は長編の組み立ては難しい始めから終わりまでの構想をきっちりと立てるということができないので長いストーリーを組むのは苦手とも語っている前作 ブリキの迷宮でもタイトルだけを先に決めて後から着想されるアイデアを集めていくという執筆方法を採用しており全容は愚か結末も作者にすらわからないままのスタートだったというこのため漫画版と映画版ではエンディングにおける街の扱いや細部の違いが比較的はっきりと現れている映画版のオープニングムービーではドラえもんが甲冑をまとい 金色の兜を被った剣士の姿をしているが、作中ではその姿で登場することはない。映画化15周年記念作品ということで予告編も凝っており、先に嘘の予告編として伸びたが黄金ハットとなり、超大作、伸びたの黄金ハットとロゴを掲げるが、ドラえもんが違う。これから始まるの。と取り上げてしまう。予告編の本編では、 ファンタスティックドラベンチャーと壮大な展開を予測させておきながら、最後はのびたがうっかり、くしゃみをして終了する。この作品から、のび家のマドリア外観がリニューアルされ、映画化15周年記念にちなむものとなった。テレビ朝日開局35周年、テレビアニメ15周年記念作品。夢の中で良い思いをしたのびたは、夢と現実の落差を嘆き、 せめて夢の中で良い格好をしたいとドラえもんに懇願する。一度はもっと現実の世界で頑張らないとダメだよ。と怒られるも、最終的にはカセットを入れることで、自分の好きな夢を見られる秘密道具、気ままに夢見る気を出してもらう。その翌日、宿題をやり忘れたのびタが裏山で宿題をしていると、奇妙な老人が現れ、知恵の好みをのびタに与え、帰り道では、 あなたはもっとすごい力が手に入る。ただし、無限三剣士の世界でのことだがと言い残し去っていく。無限三剣士とは気ままに夢見る、木の夢カセットのことであった。のびたはドラえもんに、無限三剣士のカセットを買ってもらい、あやかし霊大帝をドロームに侵略されかけている、弓る目国を救う伝説の剣士、のびたに案として冒険する。しかし、ドラえもんも気づいていなかった。 この冒険、この夢世界が、単なる一時の夢ではないことに、ドラえもん映画作品、ありがとうございます。